人生のメソッドは、地場企業の物語をドラマとした映像作品。主役であるマギートクジ次郎を中心に巻き起こるヒューマンドラマであり、これまでに、明治一大女編、大谷薬局編、英進館編の3作品を公開している。日本全国を駆け巡る旅一座、マニア。座長が借金を作ったため、花形を務めるマギートクジ次郎は、舞台の合間を縫って、 アルバイトをすることを決意する。幼少期から芸事しかしたことがない時代錯誤な男、マンいい徳次郎のアルバイトへの挑戦が始まる。アルバイト先で彼が目撃する出来事は万屋一座が演ずる古き芝居そのものであった。舞台となる企業を舞台に様々な人間模様が交錯していく。俗世とはかけ離れた生活を送る旅芝居一座である万屋一座。マンヤイチザ その座長が借金を迫ったことにより、一座花形、よろずや徳次郎は、借金返済のためアルバイトを始めることを決意。右よ曲折あり、知り合いのスナックで働くことになった、徳次郎であった。そのスナックで起こる出来事が、一座で講演を行う、予定の演目とそっくりであった。万屋一座の座長は、悪徳商売に引っかかってしまい、一座は、借金を背負ってしまう。 そして、万屋一座の花形を務めている、よろずや徳次郎は、薬剤師のアルバイトを始める。そんな中、大葉屋薬局の御蔵師、清三郎と薬局店員の花、そして万屋一座の副座長である、千之助の三人の間で三角関係が生じてしまう。この切ない三角関係が生じている中、ライバル一座も関係し、物語は急展開を迎える。 万屋一座の座長は、かつての看板女優、桜の借金を肩代わりしてしまう。そして結局、座長の作った借金を、アルバイトで返済することになった花形、よろずや徳次郎は、英心館の塾講師をすることに。そこで出会う、英心館、はじめ専務である広瀬と、看板女優、桜、桜の子、小春。それぞれ抱く思いが交錯する中、万屋の、 色ハータの公演が刻々と近づいていく。三人はどのような結末を迎えるのであろうか。ありがとうございます。